い、皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで、今回の動画はなんとあのドルチェ&ガッパーナビューティーがなんと日本に上陸しました。ドルガバ私結構好きなんですけど、いやでもね、ドルチェ&ガッパーナのコスメめっちゃ可愛いですよ。あのどのぐらい可愛いかっていうと、マジで可愛い。パッケージがもう胸が躍る、この可愛さ見て、これよ、見て、本当に可愛いの。これとかで、もうこれとか本当に可愛いの、もう本当に可愛くて、もうキュンキュンしっぱなしなんですけど、本格日本上陸ということで、ドルチェ&ガッパーナで、ドルチェ&ガッパーナビューティーのコスメがお家に届きました。早速こちら開封していきたいと思います。キャップですね、こちら。まず一つ目、キャップがででーん、こちらでーでででーん。見て、これよく見えるかな、ちょっとね、模様、なんていうんですか、ダマスカス模様って言うんですか、ダマスカス模様が入ってる、とっても可愛いデザインになっております。キャップ、これはね、ドルチェ&ガッパーナって書いてます。はい、そしてリップの部分です。ででーん、ドルチェ&ガッパーナ。そしてこれをドッキングさせると、ででーん、かっこいい。めっちゃ可愛くない？高級感って感じで、この色はちなみに、ドルチェ&ガッパーナザ・オンリー・ワンルミナスカラーリップスティック230番、こちらのお色でございます。これはですね、230番はこんな感じのピンクのお色になっております。パッと見た印象としては、どこでも使えそうなピンクって感じです。まあ、オフィスでもお出かけでも何でも使えそうなお色になってます。はい、色味はね、こんな感じです。私一応イギエローベースらしいんですけど、比較的違和感なくつけられるのかなって感じもします。ちょっと赤なんですね。結構ピンクっぽいかなと思ったけど、結構赤なんですね。ラメとかは入ってなくて、比較的マットな感じなので、これからの秋冬とかにすごい向けていいかなって感じがします。早速これ塗っていきたいと思います。匂いはね、甘い匂いがする。デパコスっていうか、まあ、デパコス外資系のコスメって臭いイメージあったんですけど、めっちゃいい匂いする。あのなんていうの、フルーティーな匂い。お甘い、めっちゃ甘い。お色はこんな感じ。なんか本当にどこでもつけていけそうな色って感じですね。ね、めっちゃ甘い。なにこれ、めっちゃ甘い。味が甘い、不思議で、ちょっとテクスチャーがちょっと重い感じでも、めっちゃ甘い。なにこれ、不思議。本当に今不思議な感じ。はい、ということで、まあ、今回は一色だけのレビューにはなるんですけど、今回はドルチェ&ガッパーナ日本上陸ということでレビューしていきました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。ではでは、短い動画にはなりますが、また次回の動画でお会いしましょう。ではでは、ゆりっぺでした。バイバイ。